皆さんこんにちは。昨年ブレイクを果たし、今季は主力の一員として活躍が期待されている巨人の秋広優斗選手。そんな秋広選手ですが、先日のオープン戦では苦言を呈され、そして今日の試合でも苦言を呈されるなど、何かと阿部監督に突っ込まれています。以前には激怒されたとも報じられた秋広選手、一体なぜこうも怒られているのか。今回は秋広選手への苦言の多さなどについてご紹介していきます。昨シーズン121試合に出場し、打率273、10本塁打、41打点と、高卒3年目にしてようやく才能が開花した秋広選手。正直これほどできるとは思っていなかったので驚いたというか、手応えを感じましたと先日行われた取材に答えると、対左ピッチャーと守備にはすごく課題かなと思ったので、今季は克服できるように頑張りたいと話しており、中日に移籍した中田翔選手との自主トレではこうした課題に重点を置いて練習してきたことを明かしました。また今年の目標について聞かれると、今年が大事といろんな人に言われます。今年こそはレギュラーと言ってもらえる成績を残せるようにしたいですと意欲満々の様子。熾烈な争いになると思われるポジション取りについては、簡単に試合に出られるメンバーではない、隙を見せずに勝ち取っていきたいと表情を引き締めました。春季キャンプでは一軍スタートとなり、練習などでレギュラー入りに向けてアピールしていた秋広選手、臨時コーチでキャンプ地を訪れた松井秀喜氏からフォームを直伝され、それをものにしつつあるなど、今年飛躍するために様々なことに挑戦しており、ファンも今季飛躍してくれることを期待しています。そんな秋広選手ですが、23日から始まったオープン戦にも出場、しかしそこで阿部監督から苦言を呈され、24日の試合後も苦言を呈される事態に。一体何があったのでしょうか。23日の阪神とのオープン戦では、秋広選手は8番レフトで試合に出場していました。初回に伊藤将司選手から5者連続敵地打が飛び出すなど猛攻を見せた巨人打線でしたが、秋広選手もその中の一人に入っており、きちんと打点をマーク、課題の左投手から打つという部分も克服できたようで、この安打はいい内容だったと言えるのですが、試合後のインタビューで秋広も結果を出した、成長を感じたところはあるかと阿部監督が質問されると、いや全くないですねと言い、こう続けました。一本打って満足しちゃったのか、その後の打席ホームラン打たれた後で初球をポーンと打ち上げて、ああいうのはちょっと野球を知らないんじゃないかと思いますとピシャリ。3回佐藤輝明選手にツーランを打たれた後の攻撃で、秋広選手は一時から打席に立ち、初球から打ちに行ったものの結果はレフトフライでした。その内容に指揮官は厳しく指摘、秋広選手もつなげたのは良かったと思いますと初回の敵地打をこう語りつつ、その後の打席の内容が良くなかった、そこが課題だと思いますと反省してました。確かに失点した後に初球を打ち上げていたら、流れが相手に一気に傾く恐れがありますし、できれば試合を落ち着かせるためにじっくり様子を見たいところ。この打席内容には阿部監督も少々がっかりだったようですね。そして24日の広島戦でも、阿部監督は秋広選手に苦言を呈すことに。この日巨人は1対10と大勝し、これで2試合連続の大勝に。ルーキーの佐々木選手が4安打と躍動する裏で、秋広選手はダイソーからと途中出場していたのですが、試合後に阿部監督は、今日も2人ほどプロ野球を知らない選手がいたので、自分が大怪我をする恐れがある。10対1でセーフティーの構えをしたり、秋広が10対1で区界にし1塁で後ろに行かなかったりね、ファーストのね、そういうのをベンチの指示待ちじゃなくて、できるようになってほしいな、と指揮官。8回に先頭の湯浅選手がセーフティーバントの構えをしたこと、9点リードの区界にし1塁で、1塁の秋広選手がベースについて牽制球を受けようとしたことなどに厳しい言葉を並べたのです。秋広選手は本来走者を気にせずベースを離れて打球を処理することに専念するべき状況でした。それをしていなかったことに対し、またもバッサリコメントしたわけですね。このように2日連続でバッサリと切られた秋広選手とはいえ、
この意見には厳しすぎないという声もあるようです。一体なぜここまで厳しいのでしょうか。それは阿部監督がそれだけ将来の主力として期待しているからでしょう。主力として戦う以上、野球について様々なノウハウなどを知っている必要があります。今回阿部監督が呈した苦言は、主力選手ならほとんどが分かっていること、まだ若手の選手なのでいろいろと知らないことは多いと思いますが、こうして指摘されることで分かってくるでしょうし、それだけ期待されていると言えるでしょう。また秋広選手は昨シーズンオフイースタンリーグ最優秀選手に選ばれ、11月28日に行われた NPB アワーズに出席しましたが、そこでまさかの遅刻をしていたといい、さらに別の日にも球団の行事に遅刻するなど、野球選手として期待されている一方で社会人としてはあるまじき行動をとっていました。そんな秋広選手に対して阿部監督は、球団の OB でもある中畑清氏との対談の中でレギュラー陣について問われると、坂本、岡本、外野陣は誰もレギュラーだと思っていないのでと語ると、中畑氏から秋広が出てこないというのはまだ認めてはいないということと質問されると、そうですね、大人としてだらしないところがあるのでと発言するなど怒りをあらわにしており、より厳しくするべきと考えたのかもしれません。巨人ではチーム行動を行う際、30分前に集合するジャイアンツタイムという慣例がありますが、このジャイアンツタイムについて2021年に巨人に移籍してきた中田選手は、アホみたいな決まりと周囲に漏らしていたようで、師匠と慕っている秋広選手も中田選手の影響を受けて時間にルーズになりつつあるなんて指摘もありましたが、結局それで自分の首を絞めるのは本人だけ。それでもなんとかキャンプは一軍スタートとなったものの、阿部監督は秋広選手について、最初は3軍にしようかなと思ったんだけど、ちょっと遅刻が2回くらいあったみたいなので、11月の NPB アワーズの時も遅刻して、球団行事も遅刻してるんで、誰か特大目覚まし時計でも買ってあげて、遅刻するって一番信用を失うからねと、オフに一貫して厳しい言葉を並べてきた。理由を明かすかのように話しました。それでも一軍スタートとなったのは阿部監督からの期待の表れなのでしょう。ダメだったらすぐ2軍に行ってくださいって言うし、3軍に行ってくださいって言うかもしれない。キャンプは技術が上手くなるのって難しい、人としての成長を監視しときますと語りました。阿部監督は期待しているからこそ、そんなしょうもないことでチャンスを逃してほしくなく、開幕前の今だからこそできることをやろうとしているのかもしれませんね。ポテンシャルは高いものの、まだまだ課題の多い秋広選手、果たして開幕までにどれほど成長できるのか注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。